第2試合、鈴木小太郎対井上正男。ジュニア同士の躍動感あふれる第1試合から一転、異次元への扉を開けてみましょう。鈴木小太郎対井上正男、予測不可能な2人の激突です。まず青コーナー、ヘビーの重みと渋さが光る井上正男。ふるさと山梨県舞鶴公園の桜は満開。このツアー最終後楽園大会の4月29日の頃には桜に続き桃の花が見頃を迎える。山梨桃源郷からやってきた一花咲かせよう、井上正男。この第2試合は15分の一本勝負、ぜひとも15分フルタイムで見たい一戦です。赤コーナー、現 GHC ジュニアタック王者鈴木小太郎の入場です。このツアー 4.14 大阪大会で GHC ジュニアタックの防衛戦が控えている小太郎。青コーナーには井上正男です。今日はその大一番を前に思い切りプロレスを楽しみたい。プロレスの幅の広さというものをファンには見てほしい。タイトルマッチを控えてもう一つの大一番です。グローバルタッグリーグ戦2012開幕戦の 4.11 後楽園ホール大会第2試合を迎えました。15分の一本勝負シングルマッチ、赤コーナー鈴木小太郎対青コーナー井上正男。握手を交わしました。今ゴング、ヘビーの井上正男、ジュニアタック王者の鈴木小太郎、後楽園ホールは早くも正男コールの中組みました。体格では分がある井上正男が一歩二歩押し込んでいきました。さあずるさが光る井上正男、どうするか。腕を絡めてトップロープに、鈴木小太郎の左腕そして両腕を巻きつけました。お、ここはクリーンに行きました井上正男です。今日この後楽園ホール大会でグローバルタックリング戦2012が開幕しますが、この井上正男は過去2回このグローバルタックリング戦に出場しています。2009年タウゲと組み、そして2011年はバイソン選手と組みました。さあ今度は逆の体勢、小太郎が正男の腕を両腕をトップロープに絡んで、さあどうする、張りました、宣戦布告で張っていきました。変わらないいつもの表情、井上正男です。肩のあたりにテーピングを施している鈴木小太郎、このツアー 4.14 大阪大会で GSC ジュニアタック6度目の防衛戦が控えています。青木とともに持っているそのジュニアタックのベルト、金丸平柳組の挑戦を受けます。この鈴木小太郎が試合前に話していたんですが、その大一番 4.14 大阪大会が控えているけれども、今日はこの大一番とは違う、タイトルマッチとは違うプロレスの幅というものを見せたい、プロレスを楽しみたいんですと話していました。しかし油断をするとこの井上正男が持つ独特のワールド、正男ワールドに引きずり込まれてしまう、まるでアリ地獄のような展開になってしまうことも考えられます。さあもう一度組みまして、素早くタックルからバックに回りました。その小太郎の左腕を絞った井上、2009年田植えと組んだ時は1勝6敗、去年2011年大会はバイソン選手と組みまして出場し2勝4敗1分けで技能賞を獲得しました。ここはジュニアの鈴木小太郎が素早い動きで井上の左腕を完璧に支配しています。苦しい表情、さあ井上がどう反撃に出るか、強引に足を取りに行きました。あ、しかし正男のその顎のあたりに右肘が今、こちらは正男が支配している小太郎の足ですが、ここで腕を取ってそのまま強引に腕ひしぎに入ろうとしている、まだロックしているから、あ、ここで右足を伸ばしました。ロックしていましたけれども自らロープを求めました。井上正男、山梨県中央市出身、海の怪力中央の正男として恐れられています。明日4月12日は故郷山梨県の英雄武田信玄の命日です。先週から甲府では信玄公祭りが開催されています。
その新援校の墓前に勝利を報告することができるか井上正雄。サイドのヘッドロックに捉えました。強引にその怪力でもって左、おーっと脇腹にエルボーが一発入りましたが、もう一発攻めているのは井上正雄のはずですが、その位置から、井上正雄からはブラインドになっているんですね。その角度からもう一度この技にこだわりながら離しません。おたけびを上げた井上、飛び越えていく、走っていく、おー、まだ走る。2人にしかわからない世界、なぜ走る、なぜ飛び越える。おっとスピードダウン落ちてきた。小太郎は余裕の表情、ただ寝転ぶだけの動き、おっと転んだ、膝から崩れ落ちた、危ない、首投げ、取り返しました。息が上がってきたか、いや、お客さん大喜び。まだ5分と経たないうちに我々も、それから観客の皆さんも、この男のワールドに引き込まれています。気づくとこうなっています。しかし今のダメージがかなり残っているようです。誰が見てもそれは明らかです。仁王立ちで待ち構えている鈴木小太郎、第15代の GAC ジュニアタッグ王者。さあ今息を整えている井上正雄です。大ベテラン、デビュー20周年も迎えました。ホンダタモンとのタッグでアジアタッグも獲得したことがあります。さあ息を整えて少し間を取りながら汗を拭いました。もう一度力が入りました。今5分経過、なんと濃密な5分でしょう。15分の一本勝負第2試合、5分が経過しました。おエルボーで追い込んでいく鈴木小太郎、顎に、そしてストマックのあたりでしょうか、ボディに入れました。あ、そして井上正雄のパンチング、拳を当てていく、本当の反則。おっと、倍返しのような勢いで、これ効いているか、ぴょんぴょん跳ねているが効いているか。コーナーに追い込まれました。逃げ場がありません。逃げ場がないところで鈴木小太郎のその魂のこもった右肘、あの余計に走ってしまったあたりから体力が奪われているんでしょうか。バランスが崩れた、崩れ落ちました。高さ 1.4 メートルのそのコーナーのトップから大の男が崩れ落ちてしまいました。ん、今井上さんの生の声がバイクを通じて聞こえました。ピックが待っていた。そしてセカンドロープからもう一度、これは食らいません。同じことは二度食らわない。そのまま決まり手は何になるのか、危ないところでした。今井上正がコーナーから仕掛けて崩れたところを抑え込んでいきました。危ないところでした。切り返して、さあ狙っている、さあ来るか、うなりを上げるか、おっと顔面ハイキックが待っていました。もう一度行くかどうか、行くでしょうか、行きました。フェイント見事、井上正雄左のラリアットに入った。これで終わってほしくない15分見たいんだが、コブラクラッチに捉えました。落としていく、あ、左の肩を今押さえました。そしてさあ回した竜巻が起きそうだ。ブンブン回しているさあ会場が一つになった。おーっと小太郎も回していた。おー、2つの渦が今フェイントつか、フェイント、ラリアット、見事、そのフェイント見事回していく、ツーカウントです。いや、また気づくとまたマサワールドに引き込まれています。バックに回った、もう一度取り返す、小太郎が取り返す、 4.1 を大阪が待っている。ここで負けるわけにはいきません。階級は違いますがジュニアタックの王者です。ロープに飛んで反動をつけて、さあ崩れ落ちたところ、後ろから小太郎が回ってくる、ハンデル顔面を捉えました。一つずつ追い込んでいこうという動きに出ている鈴木小太郎、バックに捉えて、ジャーマンか、いや取り返した正雄が、やはり小太郎はこの肘で打開していく、攻撃の起点を作っていきます。おお、まさか回るか、
笑顔だ、ニヤッとした、目が輝いている、確かめた、いけるか、回るか、うん、なんだそのポジショニングは、ずらした、小太郎も戸惑っているか、いけ、こんな正雄コールを聞いたことがありません、行くようだ、あー、やられた、正面から膝、そして腕を取られて、お、抑え込んだ、正雄チャンス、ツーカウントでした。あと後ろから冷静だったのは琴ノ若、いや、その上を行く、バックブリーカー、よし、外れたな、その時が来ました、バックブリーカー、背中を痛めつけておいて、さあ、担ぎ上げるか、甲斐の怪力、男だ、見事バックブリーカー、アルゼンチンに取られましたが、あ、しかし鼻の頭に今もらったもらった、さあスクールボーイ、ツーカウント、もらった、終わってしまう、終わっちゃう、危ない、ツーカウント、目まぐるしい攻防、正面から膝を捉えて、ラヒストラル完璧、起きた、いや、小太郎がポジショニングを変えて、連続、3連続のマヒストラル、最後は鮮やか、鈴木小太郎、井上正雄に対し3連続のラ・マヒストラル、エンドレスワルツで仕留めました。残念、マットを叩いた井上正雄、ジムクリーン、試合の内容、そして会場の歓声は支配していたんですが、 GSC ジュニアタッグ王者、華麗な切り返し、そして丸め込んでいきました、鈴木小太郎、4.14 大阪大会、金丸平柳の挑戦を受けます。握手に応じない、カウント2だ3だ、視線が交錯しています、しかしノーサイド、小太郎が両手を差し出して頭を下げました、リスペクト、9分34秒、3連続のラーマヒストラル、エンドレスワルツで仕留めました。グローバルタッグリーグ戦2012開幕の 4.11 後楽園ホール大会第2試合、鈴木小太郎が井上正雄から3カウントを奪っています。